東京40マイル。で、ここから今日の本題なんですけど、まあ、最終的には自分の庭の管理どうしたらいいかっていう参考になる、雑学にしたいなと思ってるんで、芝生についてはですね、利用目的によって芝生の管理は異なるんだっていうことを、知ってもらえたらと思います。まあ、いろんな芝生があるんですけど、代表的なところで言うと、例えばってことでゴルフ場ですね。ゴルフ場。ゴルフ場の特徴としては、広大な敷地を管理してますね。ものすごい広いですね。まあ、広大な敷地で、フェアウェイとグリーンとラフがあって、それぞれも異なる芝畑、芝の種類も違う。まあ、こういうものを複合して、作ってますと。で、あれですね。まあ、大切にするのは、やっぱりゴルフ場ってね、その景観もとっても大事で、来場者の景観の印象であるとか、あとはまあ、当然プレイクオリティですね。プレイした時にちゃんとね、その、実力発揮してやれるかということと、あともう一つはやっぱり、ゴルフコースなんでね、ゲーム性とか、いろんな意味でこう印象に残る、素敵な、まあ、ドラマが生まれるようなコースに、作っていくというのが、ゴルフ場です。で、ここはあくまでですね、来場者がプレイするための場所なんで、やっぱり来場者が利用するときをめがけてですね、いろいろまあ、コース管理するわけなんですね。だから、トップシーズンのターフクオリティ、これをまあ一番いい状態にするための、いろんなスケジュールが組まれていると。だから芝を傷めるような、すごくですね、著しく傷めて見栄えが悪くなるような、そういった作業っていうのは、あまり、来場者が来ないうちにですね、だから例えば、2月の終わりとか3月頃に、わーっとこう、根切り入れて筋入れたりとかやってるのはね、まあ、こういった事情もある中でやってるということですね。だから決して芝にとってそれがベストかっていうと、もっといい時期があるんでしょうけど、まあ一番いいシーズン、来場した、プレイヤーがですね、まあここはいいゴルフ場だなと、プレイを楽しめるように、まあそういったことを意識しながらやってると。それからあともう一つの特徴は、これだけ広大な敷地なんで、当然ですね、これ来場者が払う、まあプレイのフィーと、そこにかかるコスト、その結果が、まあ結局経営のですね、まあ利益になっていくわけなんですけど、当然肥料資材の効率を向上させて、いかにですね、コストを低減するかっていうのも大事な要素ですね。だから採算性の向上。まあ、そういうことも重要なテーマとして、キーパーさんたちはですね、管理してるわけですね。まあ、本当にいつ行ってもすごく美しくて感心するんですけど、とっても難しいことをね、されています。で、そういった場所なんで、病害とか害虫ってやっぱり結構出るには出るんですよね。広大な敷地、予算限られてる中で、まあ、節減しながらですね、効率を考えていくんで、結構ですね、病害や害虫が出てくるということで、まあ、大体家庭園芸芝生で使ってる薬剤なんかも、まあ、ゴルフ場をターゲットに、またゴルフ場でいろいろね、知見を磨きながら開発されたもの、まあ、その、お下がりのような形で一部ね、家で家庭で使えてるということですね。だから、病害害虫、まあ、知見の宝庫ということで、本当にね、いろんな要素を含んでいるのが、まあ、ゴルフ場ですというところです。スタジアムは競技グラウンドなんで、これ、講義の園芸なんですね。園芸の定義っていうのは、四角もしくは、まあ、輪郭がちゃんとあって、範囲が明確である土地の、そこをですね、管理することですね。そういった、植栽で管理することを園芸と言いますというので、これはグリーンアドバイザーの、講習で習うわけなんですけど、まあ、そういう意味ではスタジアムって園芸なんですよね。限りのある四角い土地を管理するっていうですね、そういう意味で、まあ、園芸に当たると。で、等圧と損傷すごく激しいし、あとね、意外と、これは本当にいろんなとこを見させていただいてなんですけど、日照が少なかったりするんですね。長野ユースタは、青木さんがね、いろいろ設計から携わってるんで、比較的、日照は良いというか、まあ、かなりスタジアムの中では良い、ところだと思いますけど、まあ、多くのスタジアム、この前国立競技場もだいぶね、芝が大変だっていうので、いろいろニュースになってましたけど、まあ、基本的にですね、高いところに、屋根があって、それがまあ大きな、日陰を作るということで、家庭園芸の芝生の日じゃないぐらいですね、こんなに酷使する芝なのに、日が当たらないところすごく多いです。まあ、そんな中で、グランドキーパーさんは、クオリティを維持しているということなんですね。だからそれを知って、僕ね、うちの庭ってすごい日当たりが悪いって、なんか散々言い訳みたいに言ってて、日当たりが悪いからあんまりよくできないなんて言ってたんだけど、このね、スタジアムの管理、グランドキーパーの皆さん、グランズマンの皆さんがやってることを見てたら、これ言い訳しちゃいけないなと。日が当たる限りはね、なんかやれることはあるなっていうふうに思ったのは今年大きな違いですね。はい。で、このスタジアムの特徴としては、やっぱりですね、大事なのは、まあ、機能性ですよね。選手の身体能力を発揮する場所なんで、まあ、それに必要な、受け皿となる、ターフであったり、あと当然柔らかさとかも含めて安全性が確保されていること、それから、プレーに影響を与えるって、これ例えば J リーグだとね、ホームプレーとアウェーとあるじゃないですか。で、それぞれ、これも戦術の一つなんですよね。
相手のチームがやってきたときに、どうやってホームチームが有利になるかとか、そういうのもあるんでしょうし、まあ、例えば芝竹を何センチにするかなんていうのも非公開だったりで、まあ、いろいろですね、これは、まあ、ホーム、アウェー、いろいろ転戦する中で、プレーにも影響を与えるということでですね、まあ、一つの戦略の一つでもあると。で、やっぱり大事なのは、スタジアムはゴルフ場と違って来場者がプレーして帰ってくるというよりは、この、まあ、敷地を使ってですね、どれだけ興行を成り立たせるかっていうのも結構大事な要素で、まあ、当然ここに観客が入ってきてですね、そこの興行収入っていうのが、まあ、大きな財源になってくるんで、そうすると、このいかにですね、このターフクオリティを、回復させるかっていうですね、瞬発力がすごい大事になってくるというところですね。これは青木さんがですね、パッと一発撮りでインタビュー答えてくれて、その動画僕のチャンネルで上がってるんで、ぜひね、お話は聞いてほしいと思います。青木さんが言ってます。ゴルフ場と違うのはここだと。瞬発力。で、それだけもいつでもドーンとね、回復する力、そういうのをベースに作ってる芝だから、まあ、そんなお話もしてくれました。本当にね、今年勉強になりました。はい。で、その瞬発力重視なんで、芝の生理代謝コントロールする特殊設備、いろいろですね、そのスタジアムによって、まあ、その限りある、まあ、いろんな条件の中で、なんとかしてその回復力を上げるためのですね、いろんなシステムが入ってます。まあ、青木さんのところでは見せていただきましたけど、一斉散水できて、バーッと一気にね、全面、散水することで、まあ、床戸の、まあ、砂の中、床戸の中のね、床戸の中の空気一気に入れ替えちゃうとかですね、そういうこともできたり、まあ、埼玉スタジアムにあるように地温のコントロールのシステムが入っているところがあったりとか、まあ、とにかくですね、こういったスタジアムって瞬発で回復させるっていうですね、短い時間で、回復させるっていうことに非常に特化されている、まあ、そういった、管理かなというふうに思います。で、次なんです。いよいよ今日のテーマである家庭園芸芝生ですね、これ僕の家の庭の芝なんですけど、これがすごい厄介なんですよ。定義がつけらんないっていうんですか。もう全然違う。まあちょうどね、今日あれだ、元さんいるでしょ。元さん来てくれてるパッティンググリーン作るような場合と、あと我が家みたいにね、ほとんど人が立ち入らない観賞用芝生の場合と、まあいろんなのあるんでね、まあここにいくつか書いたけど、まず家庭園芸芝生って比較的狭い。まあ、これはスタジアムとか、ゴルフ場と比べたらはるかに狭い、土地ですね。で、利用目的はもう様々。それは人によって全然違いますっていうことですね。で、まあ、例えば見栄えの美しさにこだわるですね、まあ、観賞用の芝生っていうのもできますと。で、それにはそれなりの、管理の仕方があるし、子どもたちが遊ぶそういう芝生、利用する芝生もあるし、それから、愛犬をね、遊ばせるための芝生だってあるわけで、まあ、それぞれ様々ですよね。で、それから環境も土もそれぞれ全然違うと。だから何かしようっていう動き出す初動のですね、状態が、まあ、一人一人まるで違うわけですね。はい。まあそういうことになっていると。で、あともう一つは本人がね、手間をかけてやりたいと思ってるのか、手間はできるだけかけたくないのか、あとお金かけたくないのか、お金かけてでもよくしたいのか、全然違う。だから家庭園芸芝生は、共通の目的とかですね、方向性があるわけじゃなくて、まあ、庭ごとの固有条件と方針で、最適な管理が、まあ、異なってる。まあそんなわけなんですね。はい。という、まずここまで、今何を話したかというと、まあ、利用目的によって芝生の管理全く異なるという中で、まあ、比較的ですね、方向性がはっきりしている芝生に対して、家庭園芸芝生はまあ本当に人それぞれ、庭それぞれということで、で、随分管理は違いますよと、一人一人ね。まあそういうことを言いたかったんです。で、僕はずっと前からね、まあ、まだこんなに勉強する前までは、何月の芝生の管理とか、何月になったらこれをやりましょうみたいな動画も作ってますけど、ちょっと最近思ってるのは、それ違うなというね。それよりは、まあ、それぞれの作業の意味をしっかりと理解して、芝の命に対してどういうインプットになって、どんなアウトプットを期待するのかっていう構造理解の方を、もっとですね、世の皆さんにお話しして、自分で考えるっていうことをできるようにするのが、多分家庭園芸芝生の大事な要素かなっていうのを、最近思ってます。まあ、元さん書いてくれてますね、集約管理、粗放管理って書いてありますけど、そうですね、まあ、本当にいろんな幅があるし、条件がみんな違うと。いうことです。ごめんなさい、斉藤さん、すごいほら喋り込んでしまいましたが、斉藤さん、なんかここまででコメントありますかね。もういや、もう聞き入りました。うん、ありがとうございます。はい、喋りますんで少々お待ちください。うん、分かった。まあ今日話したいことの前提ですね、まあ、なんでこんな話するかっていうのは、家庭園芝生は人それぞれなんで、自分で判断できる、考えられるようにならなきゃいけないと。まあ、それが、特に今僕が一番思ってることです。はい。じゃあ、そうするとなんですよね。もう基礎の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 基礎なんだけど、まあ、芝生の管理って何することなのかっていう話なんですね。東京